次は。ち、あのエロジジイの番。お姉様、抑えて、抑えて。これは失礼。お次にご紹介いたしますのは、ギリシャ神話の最高神であらせられるゼウス様です。宇宙や天候を支配する天空神であり、宇宙そのものを破壊する雷帝を操れるという逸話もあります。戦闘行為そのものに興奮するド変態のエロジジイですがね。ぶっちゃけドン引きっすよね。ゼウス様って本当に強いんすか？全王であり、父であるクロノス神をその手で倒し、現在の主神の座を手に入れたというバリバリの武闘派神です。そのくせ、あれこれと知恵も働く本当に面倒なクソジジイですよ。うわ、弱点ないじゃないすか。幸い生粋の戦闘狂な上、ガチンコ怠慢主義のようですし、神器によるチートはないでしょうが、その戦闘力だけでも脅威です。まあ今はおじいちゃんになってるのがせめてもの救いっすね。いいえ、相手は腐っても大神、そう甘くはないでしょう。確かに見た目はただの戦闘狂エロジジイですが、その力は、その力は今なお健在でしょうね。神々に老いによる衰えの概念なんてありませんから。むしろその力は増しているかもしれません。神々って本当厄介っすね。世界の神々が集まるこの展開で議長を務める能力は本物。ぜひ対戦相手となる人類代表には奮闘を期待したいところです。